皆さんこんばんは、ななみです。今日はちょっとあれって思うかもしれないんですけど、そう、私前髪を切ってしまいました。本当急遽なんですけど切ってしまいました。すいません本当に。あと髪色も変えてきました。結構暗めになってると思うんですけど、アッシュのアドミオアクアっていうカラーらしいです。カラーというかそれを使ってるらしいです。まあまだね、自分でなんかセットしたりとかもしてないので、どんな感じになるのかっていうのは動画を見ていただければね、こうどん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 変化していくと思うんですけど、とりあえず私の前髪がねいなくなりました。前髪の長さはこんな感じで、ちょっと目にかかるかなぐらいで、で重めっていうよりかはちょっと薄めに今年っぽくしていただきました。私は結構重い感じの前髪が好きなんですけど、ちょっと流行を取り入れないとまずいかなと思って少し薄めな感じにしたんですけど、雑誌見てたら急に切りたくなっちゃって、切っちゃいました。髪はねちょっとすいてもらって量を減らしてきたんですけど、私は毛の量がもともと多いので、すいてもこんな感じで結構量が多いです。色味がもしかしたら分かりにくいかなと思って、ちょっと今ライトをつけて撮ってみてるんですけど、どうですか、さっきの照明使ってないカラーと今の感じがまたちょっと違うかなと思います。こうパッて下ろすとかでもだいぶ印象が変わるんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと今回の髪型というか髪色とかはなんかみんな意見が分かれそうな気がする。まあここまで切ったのも久々っていうのもあるし、アッシュにしたのも久々なので、今回は結構自分的には挑戦した美容室になりました。はい、ということで今回は私がちょっと髪の毛を切ってきたぜっていう動画でした。本当もしなんですけど真似したい方がいたら、さっきのカラーを言っていただければこの髪色っぽい感じになると思います。また前髪を切ったので、かなりメイクの幅もちょっと広がるんじゃないかなと思います。って言っても多分いつも同じような感じなんですけど、はい。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバイ。